あでも分かった分かった、旅行は分からんけどラブホ女子会はしようね、ラブホ、ラブホ行くのな、ラブホ女子会しよう、マテンジャ先輩と、そうだよ、二人で、二人で何するの、普通にお泊まり会、お泊まり会って何をするのな、雑談雑談、ホテルで雑談するのな、ホテルで雑談はぁ大丈夫、あのね、ルーナルーナルーナは、なんかまつりちゃん先輩に襲われてしまうかもしれないのなって思ってるかもしれないじゃん、うん、ルーナはないから大丈夫、ないのなないないのなない、なんで、うん、ルーナは唯一ない、唯一ないで、なんなのなんでそういうこと言うんだな、なんなのな、ひのじきなんだな、ルーナは色気もない、あーなかなかなかないわ、だってマスイルーナの R18 のイラスト見たことないよ、 R18 そういうことだよルーナ、ルーナ、あ、ルーナね、ルーナ、大人の魅力はないってことなの？そういうことだよ。みんな、ルーナの大人の魅力を書いてほしいな。みんな、ルーナ大人にしてほしいな。ルーナ大人にしてほしいな。イラスト描いてほしいの？ちょっとね、興味が出ちゃったかな。ちょっとね。大人になったらきっとまつりちゃん先輩が浴場するなら。しないよ。え？あ、じゃあまあするイラスト見つけたら報告するわ。ルーナ、これエッチだね。いいの？いいですか先輩からそんなの送っちゃって。い、別にいいのだよ。待ってる。まあ、みんな待ってるなら。まつりちゃん先輩を浴場させてほしいなら。絶対しない自信があるんだけど、なんで、なんでルーナだからね、なんで、はい、ということで、なんで、だって松井先輩手って出してきたじゃん、は、手ってつなぎたそうに、手ってこうってね、右手こうシュッてこうだ、ルーナの方に出してきてね、ルーナと手ってつなぎたそうにしていたのだよ、あれは何なの、うん、こもり、はぁこぼれてなんだかな、どっか行っちゃっていけないかなと思ってね、うん、全然ね、なんなな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 